はい、こんにちは、勝又博物館です。今日は11月10日日曜日ということですけども、所属事務所のウームから荷物が届きました。僕の誕生日が先日11月8日、27歳の誕生日を迎えたんですけども、マネージャーの方がね、お誕生日おめでとうございますと、誕生日プレゼントして送ったので、ぜひ使ってくださいということで、なんかこれからね、よりこうダンディーになっていく年齢と、あといろいろねあるからということで、何をくれたでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。一応ね、なんかそうとしか聞いてないので、全然予想はつかないので。おお、すごい、阪急メンズって書いてある。阪急メンズ、何、おお、なんか長いものだな。あ、出た、毎年おなじみ、毎年おなじみです、これ。お手紙、結構これが一番で、ね、嬉しいんだよね、やっぱりお手紙が一番嬉しい。なんだろう、なんかクリームみたいなの入ってるな。お手紙、じゃあちょっと読みたいと思います。先にこっち見ようかな。いや、いいや、お手紙から見よう。これは多分ね、チームからだと思います。うわ、かわいい、車が。分かってらっしゃるね、やっぱり。バースデー、ハッピーバースデー。おお、なんかすごい、パッと見、ほら、ここに勝又博物館って書いてある。すごいね、勝又博物館。誕生日おめでとう。あはははなあ、彼女と仲良く27歳を過ごしてね、今度こそ笑マネージャーよりということで、あ、いっぱいこうね、すごい、チーム一同よりということで、チームの皆さんからね、チームがあるんですけど、そのウームのこのマネージャーというかバディユニットっていう中に、引き続きよろしくお願いします。素敵な一年になりますように。末永くお幸せに。またお会いできた時お話聞かせてください。ハッピーバースデー。 ありがとうございます。本当にやっぱいいね、人とのつながりが一番いい、本当に。さあ次、さあ何をくれたでしょうか。じゃん、なんだこれ、クレンジング、すごいね。部分用毛穴キクリーム、毛穴をカバーしテカリを抑える、洗顔料と毛穴クリームでしたありがとうございます。すげえおしゃれ、こんなの使ったことないよ、本当に。俺結構なんかそういえば肌綺麗だねとか言われるけど、全然何もしてない、基本普通に水でパシャパシャ洗ってるだけ。いや、まあそんなのどうでもいいんだけど、本当にありがとうございますね。先日、ちょうどね、勝又博物館のチャンネル登録者数も30万人に到達し、サブチャンネルの勝又の方では、ちょっと今この場にはないですけども、専用のね、また公式グッズ、 T シャツとかいろんなもの発売されました。まあ勝又博物館 T シャツの方もありますけども、そっちよりもね、そっち、あっちは結構ネタで作った感すごいんですが、勝又の方の T シャツはね、かなり自分で考えてデザイン頼んで、これでいくぞと思って作ったものなんで、すごく満足してます。いやー、ほんとでもほんね、ほんとだから今年は本当にすごい、なんか1年いろいろ、今年ね、もうなんか今年の振り返りみたいになっちゃってるけど、まあでももう今年もあと1ヶ月とちょっとしかないけど、なんか今年1年もすごいいろいろあったなと思いますね。もうそれで言うなら、まあ本当に、なんだろう、なんかイベントやったしね、5月には。まあ一番最初から振り返ると、まあフランスに、初めての海外旅行でフランスに1週間行ってて、その後はゴールデンウィーク、初と言ってもいいほどの10連休の大型連休のゴールデンウィーク、それで勝又博物館と勝又共同のイベント、無料イベント開いて、約1000人以上の方にお越しいただいて、そして、まあ夏はね、夏入ってからはちょっと自分の運気がガタ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 とこう崩れ落ちるような感じで、なんかもういろんなこうダメな出来事がすごい起きたんですけどももう本当になんでこんな嫌なことが起きる、しかも
なんかもうほんと辛いみたいな感じだったんですけども、まあでもそんな中ね、やっぱ見てくれるファンの方もいれば、もう本当に見てくれる全ての方に感謝。それがなければ生きていけないですし、ご飯も食べれないですし、まあ本当にそういうこともありつつ、9月終わりから10月入ってかな、まあ動画でも言いましたけども、10月入ってね、もうなんかいろんなイベントとかいろんな抽選とかに当たって、もうなんか本当に、まあダブルドライバーは外れたけども、ゼロワンドライバーも外れたけど、でも他にね、もっといいことがこうたくさんあったり、マジで本当にこの1年もう本当振り返りだね、今年のね、ずっといいことありましたね。だからもう今年の誕生日なんかはなんかもう本当ちょっと特別な感じで時間をかなり過ごせましたし、こんな感じでまたね、もう3年目ウーム、5年 YouTube やってて2年目に入ってるか、もう3年目か4年目かな、かなり結構もう今で言うと初期メン、まあ初期メンバーって中期メンバーかな、初期メンバーはもうレオンさんとかもう本当にそういう昔の人だけども、中期メンバーかな俺は本当に。今ウームって所属クリエイター確か550クリエイターぐらいいるのかな、専属、ウームネットワークじゃなくてウームの本当に専属で、あとはウームのとあのヒエラルキー、こういう三角のグラフで言うと一番上があのウームのホームページに名前とか全部掲載される人たちと、ウーム専属って言われる人と、ウームネットワークってのと、あとスパークだったかなっていう構図で分けられてて、全部で7000クリエイターぐらい確かいるらしいんですけど、そのうち一番上が、まあ皆さんネットで見ていただけると分かるけど、200クリエイターぐらいかな多分ホームページに掲載されてるのは。であと300クリエイターぐらい専属でいて、2000か3000ぐらいウームネットワークでいるのかな、分かんないけど、でもその中でも本当にずっといつも上にいさせてもらってるのは皆さんのおかげでございます。本当に僕なんかはね、本当に自分が、まあ、好きで楽しくてやりたくてで動画撮ってあげてるだけでね、それを見ていただいてるということで本当に感謝しかないです。ありがとうございます。これはマジでまあいろいろあるけど、結果結論感謝しかない。本当にありがとうございます。まあそんな中でね、今年は本当にいろんな人にも祝ってもらいましたし、1年でした。早い1年が。また来年もね、楽しいというかね、いろんなことなんかやれる1年したいと思っておりますということで、ウームの皆さんも、視聴者の皆さんも全員ありがとうございました。それではまた明日。